片や北の四角、ロシアの冷徹人間狂気セルゲイ・ハリトーノフ。広大な北の大地を支配する旧ソ連邦ロシア軍のエリート集団パラシュート部隊最強の男、戦場での格闘のために作られたコマンド参謀の使い手たち、中でもヒョードル・ハリトーノフの2人が絶対的なツートップと言われてきた。Да, мне тоже так же, там нет поражений. Нет поражений вообще. 戦場での戦い方をリングに持ち込んだかのような冷徹なるソルジャー。相手のいかなる隙も見逃さず、一瞬にして戦いを片付ける。ハリトーノフは世界の猛者たちが集うプライドグランプリ鍵の優勝候補と目される。ブラジルの極悪忍者ムリーロ忍者、ご存知、南米ブラジル悪魔の巣窟シュートボクサーアカデミー。そこはプライド無敗の緑級王者バンダレーシューバが牙を研ぐ場所。そのシューバの忠実なる弟分ムリーロ忍者、兄貴分譲りの残虐なる蹴りはまさに凶悪の一言に尽きる。しかし彼のもう一つの顔は、大変な高校息子。しかしこれは昨年までにお伝えずに、今年に入りこの親孝行忍者にある変化が起きているらしい。やはり電話忍者。なんと愛する母ちゃんでなくハニーへのラブ伝。そう、忍